田中義門明治12年10月3日は、日本の洋学者、教科書編参者。号は天口、余一。博物学者の田中義雄は実刑。品の国稲国飯田城下に、医師、田中隆三の六夫として生まれた。陽名は大輔。兄の義雄と共に、名古屋の伊藤圭介の門下となり、蘭学や医学を学ぶ。安政六年江戸に出て、林道会に蘭学や、 本草学を学ぶ。また、海軍兵学と蒸気機関の研究に専念し、英語やフランス語を収めた。慶応3年に幕府に出資し、幕府海軍士官となる。同4年の上野戦争では、将棋隊に属した。明治2年には新政府の海軍御用係となって、海軍総連署の設立に協力し、兵学大助教に進むが、学生発布を受けて、 同5年には、文部省に転属し、小学校教科書の編纂に着手し、小学特本を発行。翌年退官後も、従前の事業に専念し、同7年、小学日本文典、同8年、万国史略、同10年、日本史略、物理新編など多くの教科書を手掛けた。同11年教育者を設立して、内外教育新歩を発行。ありがとうございます。